登場しましたのは山勝エースです。父キングカメハメハ、母の父グラスワンダーの8歳です。種付け料は受胎条件の50万円。昨年種牡馬として58頭に種付けを行いました。初めての種付けの時から種付けが上手で、どんな繁殖でも器用にこなしてくれますので頭が下がります。また全く疲れる様子もなく、現役の力強い走りが種牡馬としても生きているように感じました。改めまして山勝エースをご紹介させていただきます。2歳時に函館競馬場にてデビュー、6歳までに30戦7勝、重賞は G2 金庫杯連覇を含む5勝、習得賞金は約4億5000万円でございます。血統面では母系の活力も十分で、明け3歳の妹山勝マーメイドは未勝利戦500万特別の林道賞を連勝、その後 G1 の阪神ジュベナイルフェリーズで5着と好走しており、春の牝馬クラシックでの飛躍が期待される一頭です。昨年他界した父キングカメハメハはすでにロードカナロアやルーラーシップらの成功種牡馬を送り出していますが、山勝エースもこれら2頭と同様にサンデーの血を持たないという点が最大のセールスポイントです。事実昨年種付けいただいた繁殖牝馬の大半はサンデーサイレンスの血を持たない繁殖牝馬でした。すでに生まれている初年産駒は骨量豊富で、父譲りのバランスの取れた好馬体をした産駒たちが誕生しております。山勝エースの種付け料受胎確認後50万円です。お得な前払い条件もございますので、事務局までお問い合わせください。山勝エースでした。ありがとうございます。